ヨモチャンネルです。ということですね、今日は、ユアの憧れの YouTuber さん、お子様プラットさんのパクリにあります。イエーイ聞こえてないじゃないですか。いや、ママ横で編集してて。いや、ほんとだ。でもね、この前ね、フォローしてくれたら言っていいんじゃない？なんか、クソクソ噛みたいよね、マジで。よかったね、好きになって。ね、よかった。なんか、多分すごく嬉しいです。なんだそれ。なんか誰がフォローしてくれたのか知っていいね。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。噛み対応すぎです。ということですね。今日はお子さんプレートさんのパクリの動画でございます。イエーイ。ということで今日やる企画はですね、まあちょっとねそんなダンスとか持ってないのでダンスは使わないんですけども、なんか例えば下地は何々で塗るっていうやつダンスでこうやってやったじゃないですか。それですね、今日は今は子供らしくボールに化粧品を入れたのでこれを、まあ、大体ちょっと触り心地で分かっちゃったりするんですけどこうやってやってでこれはこれというのをやっていきたいと思います。コサンプラットさんのパクリレッツゴー。早速やっていきたいと思います。最初はじゃあ今ね基本分かんない、いつもリップとチークとアイシャドウしかしてなくて下地とかやってないのでママからしっかり聞いてやりたいと思います。ママ、ママのメイクの最初から。え？さ、ママの最初にするやつって何？あ、ファンデ、ファンデって何？え？ファンデーション。ファンデーションは明日みたいな感じ？肌も良くなるよね。いきます。それがないとやっていけません。だって結構マジで分かんないやつだ。え、なになに？あー、これだ。え、なにこれ？全然違うじゃん。これだよ、これ。フェイスカラーを、やっていきたいと思います。フェイスカラー？待って、フェイスカラー、え、ピンクをこう入れるんだよ。え、ちょ、リップじゃない？フェイスカラー、多分チークのことだと思う。え、待って、肌クスクス汚くなる。まあいいや、楽しいから。え、こういうこと？じゃあちょっと塗っていきたい。ちょっとこれ絶対なんかママに怒られそうなんだけど、怒られたくないんだけど、今編集をストップした。その人はってさ、歯はどっち？歯とはどっち？その人は歯は歯だね。できた、こんな感じかな。ママがこっちを見るのを待ちましょう。コンシーラーってクマを消したりするの。ああ、コンシーラー入ってじゃあやりたいと思います。その次パウダー。はい。コンシーラー大体ね。次パウダー。これは粉をこうやって。粉ね。あ、これ絶対これだ。おお。やった。もうやったね。これめっちゃ当たってるかもしれない。パウダーよ。じゃあ手でこれ使わないで。あ、手でこうやってね、こうやってね。これすごい意味ない気がする。あ、結構意味ある。すいません。よって言った意味ない。見て、意味ない。じゃあちょっと頑張って塗ってみるね。こちら終了です。うわ、次はパウダーの次。何でかね、眉毛。あ、眉毛入ってるよ。眉毛はね、あれ、待ってね、いきます。大体ちょっと細っぽいやつよね。あった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 。
これファンデーション。あ、間違えた。これチーク。チーク。チークを眉毛に塗っていきたいと思います。今日もピンクに塗ってんじゃねえか、眉毛。こうかな。こう、チーク塗ってか。だってもう。なんかさ、リアラ様がさ、好きなさ、マヨネロちゃんみたい。リアラ様？そうだよ。すごいよね、フォローしてくれるなんて。え、優しい。なんかお礼メッセージ送りたいんだけどさ、見てくれるかな。わかんない。次何まま次は、眉毛やった眉毛やったらアイシャドウかな。アイシャドウ、アイシャドウあるけど、いっぱいこんなのもあったらいろいろあるんだよ。最初で終わっちゃったもんね。終わったよ。あ、絶対来ない。あ、これ、これ絶対チーク。ヒュースターチーク。ほら。ねえ、まさかさ、赤塗りたいところだけど絶対塗んない方がいいよね。赤？チーク赤なの？茶色にしたら。アイシャドウだよこれ。アイシャドウはこの茶色とか全種類やりたいと思います。あれ、アイシャドウか。これじゃないですね、これ。やっぱりちょっと赤にしたいと思います。これは漫画に使うからいい。できた。可愛くなったけど。でも明日晩もね、本当にさ、リアラ様が好きなさ、あれなんだけど。じゃあ次は、次は次は眉毛、眉毛やって、アイシャドウやって、アイライン。あー、うっ。でも結構冒険で5、6個あるよ。棒だよね。細い棒だよね。これ、ちょっと当てる自信ある。絶対これ、絶対これ。マスカラだ。え、マスカラ塗るとかやばくない？これだよ。え、何これ、二重かけるやつ。これだよ。そうだ、二重だ、それ。二重するやつだね。これ使ったことないんだよ。誰にするやつ。二重になっちゃっている。で、前はさ、一人だったからさ、必死にそういうのさ、欲しいって言ってさ、でもちっちゃいからまだできないよって言ってさ。でもこれはね、アイライナーなんだ。いや、アイライナー描いた、描いた。まさかくっついてきちゃったんじゃないでしょうね、まぶたが。くっついてる。マスカラ、マスカラ、あ、マスカラでいい、オッケー。のマスクラ自分でやったことある。いきます。あ、黒忘れちゃった。これでよし、いいよ、こうやって、こうやって黒目つぶる、こうやって。結構可愛くなったのかけて、なんとここ固まってきちゃったんですよ。次はチーク落ちる？落ちるよ。お風呂入れば。あ、次何？大体終わりだよね。マスカラ塗ってチークとリップで終わりじゃん。チークとリップか。チークは塗る意味ある？チーク塗っていきます。ああああ、絶対絶対チーク。絶対に自信がある。韓国語で読めませんね。ママに読めない。この感じは下地ではないことを祈れ。あ、くら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 。終わりました。切っていきます。え、なんか白いよこれ。え、すごい、なんかすごいの来てるよ。メンションですごい、やっぱ。何これ、なんかね、白いのがつく。 LDA って入ってもおかしくないようだったよ。すげえ、ありがとう。え、ね、これで、え、これ、僕とピンクが来た。あ、そう
そんな冷静に来てるなんて言うわけないじゃん。そしたらもうこの撮影も終了だね。それで終わるよ。もう見て、なんかさ、こんなの出たよ。こんな白いの出た。いや、終わる、ポリポリだね。ありがとう。やりました。で、最後リップ選んできてて、おめでとう。まあ、リップ相手も使ってると思うんですけど、リップも切れた、それに乾燥するとこう、リップはまだね、ちょっと待って、マジで便利だ。これだな、最近使ってるリップだね、これ。えっ、いいわこれ、リップこれ下地いよ、それあれだ、のびちゃん、のびちゃんみたいな感じになる。すごい顔だね、改めて。ももちゃんずっと描いてるね、かわいい。やだ、あれ、これパクリって書けば。お風呂開いた。ということで、洗います。ありがとう。じゃあ洗ったらまた撮るね。うん、あれ、これ TikTok 撮っとこうから。はい、はい、ということで結果こんな感じだったんですけど、最後 TikTok やっぱり撮りました。やっぱり本当にね、お子さんプレートさん最高です。やってきます。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ももからはツイッター、インスタグラムを見てね。バイバイ。飾らないありのままの親子の日常をテーマに動画を撮っています。私たちの日常が何か皆さんの心に寄り添えますように。ももちゃんのグッズもぜひチェックお願いいたします。